テロメラーゼ RNA 要素は、真核生物に存在するノンコーディング RNA で、テロメアの身長に用いられる酵素テロメラーゼの構成要素である。テロメラーゼ RNA 構成要素、テロメラーゼ RNA 成分などとも呼ばれる。タックは、テロメラーゼによるテロメアの複製の際の異形として、機能する。タックの配列と構造は、脊椎動物、 専門虫類、酵母の間で大きく異なるが、異形配列に近接した後末端側に、シュードノット構造が存在することは、共通している。脊椎動物のターックの3末端には、H、赤型スノーなサマドメインが存在している。ターックは、調査ノンコーディング RNA の一つであり、その長さは、専門虫類では、約150ヌクレオチド、 脊椎動物では400600ヌクレオチド、工房では約1300ヌクレオチドである。成熟したヒトターックは451ヌクレオチドである。ターックは広範囲の二次構造を持ち、4つの主要な保存されたドメインからなる。ターックの後を末端に位置する最大のドメインであるコアドメインにはテロメアの異形となるクワック配列が含まれている。 その二次構造は、異型配列を含む、大きなループ、ループを閉じる、P1 ヘリックス、P2、P3 シュードノットからなる。コアドメインと保存された CR、CR4、CR5 ドメインがタートと結合し、テロメラーゼルインビトロでの触媒活性にはこれらの、ドメインのみが必要である。タックの3末端には保存された H、H 赤ドメインが存在し、一本鎖のヒンジで、 連結された二つのヘアピン構造と三末端の一本、鎖赤配列からなる。H 赤ドメインは、ジスケリン、ガー1、ナンバーワンレイン、NHP2 と結合し、H 赤リボヌクレオタンパク質複合体を形成する。タックの三末端には保存された CR7 ドメインも存在し、トカーブ1が結合する三ヌクレオチドの CAB ボックスを含んでいる。 HTR と結合するテロメラーゼ複合体タンパク質テロメラーゼは、リボヌクレオタンパク質からなるポリメラーゼで、テロメアの末端にタググのリピート配列を付加することで、末端を維持する。リピート配列は、深核生物の種によって差異が存在する。テロメラーゼには逆転者酵素活性を持つタンパク質要素と、テロメアリピートの異型として機能する RNA 要素が含まれている。 脊椎動物型タック配列の50位付近に存在する区間配列が異型として機能する。テロメラージェの発現は細胞老化と関係している。出生後の体細胞では通常抑制されており、テロメアは短縮してゆく。体細胞でのテロメラージェの発現調節の異常は発癌に関与している可能性がある。マウスでの研究からは、 テロメアリピートの新規合成が日本差切断部位でも生じている可能性が示されており、テロメラーゼが染色体修復にも関与している可能性が示唆されている。タークのホモログはトリヘルペスウイルスにも存在する。タークのコアドメインはタートがタググからなるテロメアリピートを合成する際の RNA 型を含んでいる。他のリボヌクレオタンパク質と異なり、 テロメラーゼでは、タンパク質のタートが、触媒活性を持つ一方、ローンクナであるタークは、構造的な役割を持ち、リボザイムではない。インビトロで、テロメラーゼの触媒活性を再構成するには、タークのコア領域とタートで十分である。タークの H、赤ドメインは、タークを安定化する、ジスケリン複合体をリクルートし、テロメラーゼ複合体の形成と、 全体的な触媒活性を向上させる。CR7 ドメインはテロメラーゼをカハール体へ極在させるトカーブ1と結合し、テロメラーゼの触媒活性をさらに向上させる。テロメラーゼ活性やタートの発現が見られない細胞においてもターックは普遍的に発現している。そのためターックのタート非依存的な様々な役割が提唱されている。 タック結合モチーフを含む14の遺伝子は、タックによる直接的な転写調節を受けており、RNADNA30 鎖形成によって発現が増加する。タックによるリン3 7 t r p g 1 l タイラーボップ USP16 のアップレギュレーションは n f パ b 経路を刺激し、炎症性サイトカインの発現と分泌を増加させる。 スプライスソ,ソームによってイントロンから組み立てられる大部分のローンクナとは異なり、ヒトタークはゲノム上3926.2の遺伝子座に位置する専用のプロモーターから RNA ポリメラーゼ2によって直接転写される。成熟した HTR は451のクレオチドの長さであるが細胞内の定常状態の HTR 転写産物の約1。 3にはゲノムにコードされた10ヌクレオチド程度の3テールが存在する。こうした身長型 HTR の大部分には、さらにオリゴからなる3末端の身長が存在する。3テールを持つ未成熟型 HTR から451ヌクレオチドの成熟型 HTR へのプロセッシングは、3-5エキソリボヌクレアゼによる直接的な分解、もしくは、 PAPD5 によるオリゴアデニル化、3-5、エキソリボヌクレアゼパーによる3、オリゴテールの除去、そして3-5、5エキソリボヌクレアゼによる分解、という間接的な経路によって行われる。身長型の HTR は、エキソソームによっても分解される。HTR 転写産物の5末端もプロセッシングを受ける。TGS1 による5キャップの2、2、7、 トリメチルグアノシンへのメチル化は、HTR の成熟を阻害する。HTR 転写時の H、赤ドメインへのジスケリン複合体の結合は、転写集結を促進する。こうした、HTR の成熟の活性化または、阻害を行う、様々な競合的経路の相対的速度の制御は、テロメラーゼ活性の全体的な調節の重要な要素となっている。 タックの機能喪失型変異は、様々な変性疾患と関係している。タックの変異は、先天性核解状症、特発性肺線維症、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群と関係している。タックの過剰発現と不適切な調節は、様々な癌と関係している。HTR のアップレギュレーションは、HPV の感染による、 全眼状態の患者で広く観察される。ターックの過剰発現はマルディウイルスの発眼性を高める。ターックの過剰発現は胃がんで観察される。ターックの過剰発現は新型糖尿病や多発性、高化症などの炎症性疾患でも観察され、ターックによって n f パ b 炎症経路が活性化される。 タックは骨粗しょう症に対する保護効果が示唆されており、タックの発言の低下は骨形成を低下させる。タックは様々な癌で過剰発現しているため、癌のバイオマーカーとしての利用可能性が研究されている。肺変平上皮癌においては有効なバイオマーカーであることが示されている。ありがとうございます。